しかしてですか。なんか見えてきましたよ、はい、ニュースで見たことある。すごい本物だ。8月14日の昼帯は、高橋みなみが今年ニュースで話題となった日本経済の中心地の裏側へ潜入。重厚な造りの日本銀行本店では、すごいですね、お城みたいな。地下に眠る超巨大な金庫に謎の回廊が。さらに東京証券取引所では秘密の金運スポットを発見。東証の金運スポットと呼ばれている場所です。ここが金運スポット。なんかあんまり金運スポットっぽくないですけどね。そうですね。昼帯15周年ときめく時を TBS。